さんこんにちは。ほのぼの番組のほのぼのです。今回は発売ほやほやマイティッシュを買ってきました。それがこちら、じゃじゃん。私が買ったのはナンバー1のアイアンスティーブとサバイバルパックを買いました。そしてもう一つ、じゃじゃじゃん、あれ、クリーパー買いました。これ見てください。クリーパーの頭で消してます。そしてこのサイコロ型のやつですね。ではまずこのマイケシスターの方から開けていきたいと思います。ではじゃーるじゃーるたらららこちらアイアンスティーブです。そしてこれ、セキさんもやってたようにこちら帽子脱ぐと目と口だけ残って、これですね、頭がハゲてるんですよ。これ全部分解できるので、分解してみたっていう動画はまた改めて、紹介します。ちなみに私全然服が映ってなかったんですけど、こちらクリーパーです。アイアンスティーブ、チェスト、草ブロック、ちゃんと再現しています。ここの緑のブロックのところなんですけど、再現できていると思うんですよ。これね、石炭です。石炭原石、クラフティングテーブル、やばクラです。ベッド、このベッドなんですけど、普通の消しゴムにね、これ見えるので、学校に持っていけると思ったんですが、使うのがもったいないので学校に持っていきます、全部そうなんです。私は思いつきました。頭取ればクリーパーの頭ちゃんとね、交換できるんじゃないかと思いまして、今日はやっていきたいと思います。中に入っていたものはクリーパー、あと火薬です。ちなみにクリーパーの足見てください。片足が浮いてるようになってます。では開けていきたいと思います。じゃんじゃらん、これとこれ、これね、これクリーパーちゃん。クリーパーを倒すことによって火薬が手に入りました。このクリーパーの顔をここに刺すとこんな感じになりました。かわいい。で、このね、クリーパーちゃんの頭にね、こう乗っけるんです。で、思ったんですね、これ、今やって。これ、なんか、なんだろう、クリーパーじゃなくてゾンビに見えませんか？まあ、こんな感じで面白いですね。以上、マイケシの紹介を終わります。そしてですね、皆さん覚えてますか？こちら。じゃらんらんらん。これ、開封していきたいと思います。私はこちらのラインナップに載ってます。このね、クリーパーちゃん、ゾンビちゃん、スライムが欲しいです。これ中に触るとですね、何が入ってるか分かっちゃうんですよ。予想してんのが私が欲しかったスライムだと思います。では開けていきたいと思います。私まだ見ません。あ、スライムっぽい。多分スライムだと思います。いきます。3、2、1、3。かわいい。これがスライムの顔で、これがクリーパーの顔で、これもクリーパーの顔です。ブーン、バイバーイ。